こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。ステロイドの使い方、赤ちゃん子供皮膚症状いろいろトラブルよう起きますよね。汗もとかもうなんか湿疹かなんかもうブツブツできたり、痒がったり赤くなったりジュクジュクしたり、子供の肌っていうのは本当に柔肌でいろんなこと、大人みたいにね抵抗力がないですからね、ちょっとしたことですぐにこう皮膚にね症状が出ちゃうっていうことがあって、大人はみんな、ママたちは大事な子供だからこそ、これ保湿だけでいけんのかな、そもそも保湿何使ったらいいんやろ、いやこれ病院行った方がいいんかな、ステロイド剤出されたけど大丈夫なんね。はい、このステロイド剤、これまあちょこちょこねやっぱり皮膚科とか行くと出されるんですけどもね、なんかみんなの中でステロイド剤イコール怖い薬であるもう一回使ったら一生やめられない、ドラッグじゃないねんからね、なんかすごい怖いイメージ、なんかもう体に溜まってしまって蓄積されてとかね、なんか骨弱くなるんでしょとか、なんか全身症状が出てなんか糖尿病になるって聞きましたけどとかね、そういうようななんか怖い情報がいろいろあってね、なんかね怖い副作用ばっかりがなんか一人歩きしてるっていう部分があって、はい、このステロイドっていうのは安全に使ってもらったら何も怖い薬ではないんですよね。炎症、体に起きてる皮膚に起きてる炎症をしっかり抑え込んであげると、それをすることによって皮膚の炎症を抑えて、かゆみであったりとか赤みであったりとかっていう子どもたちの辛い辛い症状をぐっと抑え込んでくれるという素晴らしい薬なんですね。なのでステロイドの使い方、誤解があるよって、怖い副作用が出るっていうの誤解があるよ、そうじゃないよ、安全に使ってもらったら怖い薬じゃないよっていう話を前半でさせてもらいました。さあ後半はですね、はい、このステロイドの話、もうちょっと詳しいところまで、使い方みたいなところも話したいなというふうに思います。頑張らんでええです、適当でええです。 Give my life color, you give my life color, 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 you give my life color.赤ちゃんの肌って1歳ぐらいまでの間 もう劇的に変化していくんですよね。生まれたところからだいたい3ヶ月ぐらいまでの間の赤ちゃんっていうのは、ママの、ね、お腹の中にいた時にそこから女性ホルモンを大量にもらって生まれてくるんですよね。でも赤ちゃんなのでそんな大量の女性ホルモンいらんやんっていうことに、生まれて半月ぐらいで気づいて、赤ちゃんがで、いらんホルモンを全部体の外に出していく作業をしていくんですね。なので生後3ヶ月ぐらいまでの赤ちゃんってなんか赤ちゃんやのにギトギトもう油ぎし、思春期の男子ですかみたいなね、それぐらいもうギトギトやったり、匂いもなんかもう油臭い匂いがしたりとかで、ほんまに思春期の男の子みたいにもうニキビつらみたいな、もうブワーって湿疹できてみたいなので、もうどうしたらいいんやろうっていうことがよくあります。でもね、湿疹が出てるなぐらいやったらええねんけど、それがひどくなってくるとやっぱかゆかったりねして、赤ちゃんがこうやってかくことはできひんねんけど、手持っていてこう擦りつけてしまったりとかで汁が出てきてこうジュクジュクになっちゃったりねっていう風に悪化していくこともあったりするんですけど、もう3ヶ月ぐらいまでの赤ちゃんたちの 70% 以上の肌トラブルが脂漏性湿疹っていう、そのママの体からもらってきた女性ホルモンが影響して肌トラブルが起きるっていうふうに言われてるんです。3ヶ月までは 70% 以上がこの脂漏性湿疹で、残りの 30% 弱ぐらいが乾燥による、まあ、アトピー性皮膚炎、これ遺伝的な要素もあるんだけど、アトピーね、アレルギーやったりとか、あとはほんまにもう単純にその乾燥からくるかぶれみたいなものからくる湿疹が 30%弱だっていう風に言われてるんですね。で、赤ちゃんの皮膚ってもう見るからにツルツルスベスベ卵みたいになんかプルプルで、もう水分たっぷりですごいなんかもう乾燥なんかほど遠いっていうイメージがあるじゃないですか。でも実は隠れ乾燥って言ってね、その皮膚の中っていう風に考えた時にはもう大人以上に乾燥に弱かったりして、見た目は綺麗なんだけどもすごい乾燥しやすいんですね。なので赤ちゃんには基本生まれたその瞬間からまだ肌のトラブルが起きていない時からしっかり保湿をこまめにしてあげることによって、そこからの脂漏性湿疹であったりとか乾燥性の湿疹っていうのをぐっと止めてくれるっていうふうに言われてるんですね。で、まあ、出ちゃう時は出ちゃうんだけども、その出てるものをまた放置してステロイドとかもね使わずに、ジュクジュクでこれ絶対薬必要やんって、炎症抑えなあかんやんっていう状態やのに、いや私は保湿だけでいきたいと思います、薬は使えませんみたいな、
うーんね、そういうことやっちゃうとやっぱこれもね、あのバブバブのマシュマロ保湿量なんですけども、バブバブのバブバブストアで作ってるモイスチャージェルマシュマロっていうね保湿ジェルなんですけど、めっちゃいいんですけども、もちろん肌綺麗で、まだ大きなトラブル起きてない子たちにはぜひこれ無添加なので使ってほしいなって、もう肌トラブルある子もない子も、もう保湿っていうのは絶対嫌っていう風に皮膚科業界でも小児科業界でも言われてるから、もう絶対保湿量はどの赤ちゃんも絶対何かの商品購入しなあかんからね。だったら無添加で合成香料とか着色料とか防腐剤とか入っていない肌に優しい素材のものを使ってほしいなっていうのはあります。でもね、これだけじゃやっぱダメな時っていうのがあるんですよ。肌に皮膚に炎症が起きてしまって、もうこれを薬の力で抑え込んであげないと止められないよね、保湿じゃ無理だよねってなった時にはやっぱりステロイドが必要になってくるんですね。でね、見た目はともかくですよ、シシは出てるなとか赤くなってるなっていう見た目はともかくね、もうね、お薬が必要な小児科とか皮膚科でちゃんとステロイド剤を処方してもらわないといけない状況の時っていうのは、赤ちゃんたちはね苦痛そうにします。まずめっちゃ痒がります。時々あるのが背中に湿疹出ててね、ママがね、うちの子ねダンスするんですって言うね。でうんって私は思うんやけど、見せてもらったら赤ちゃんがずっとね布団にね背中をこうやってこうやって、ほら可愛いでしょ、踊るんです、いやこれな背中かゆいね背中かゆいねみたいな、うんね、そういう症状が出てたりとか、あとはもうねかゆくてもうそこが苦痛でおっぱいとかミルクをイーってなって飲めない状態になってずっとぐずってたりとか、あとはやっぱそのかゆみでね眠れないっていう状態が出る、こういう苦痛な症状、ストレスでいろいろこう日常生活がままならない状態になっている時は、これは見た目はともかくそういう赤ちゃんの苦痛そうな症状がある時はこれ重症というふうに捉えてもらって受診した方がいいと思います。でそうじゃない、まあ、見た目はちょっと出てるんやけどなんか痛々しい感じやけど本人そんなに苦痛がってないしっていう場合には、これ軽症、炎症はそこまでひどくないというふうに捉えてもらって、その場合はこういう無添加の保湿量、こういうのでせっせせっせと保湿をすることで多分皮膚のトラブルっていうのがいい方向に向くと思います。で軽症だなと思ったらとりあえずこう保湿しっかりやってもらってね、それでちょっと様子見ます、1週間とか、それでやっぱり全然良くならないとか逆にひどくなるなっていう場合は、ね、この保湿量があかんのじゃなくて、その商品がダメなんじゃなくて、それだけではダメなぐらい皮膚に炎症が起きてますねっていうことが分かるわけだから、それはもう病院に行って保湿量だけではダメな状態、見た目よりも重度でしたっていうことが分かったわけだから、そこでやっぱりお薬をちゃんと処方してまでステロイド剤を出してもらって薬を使ってこう抑え込むっていうことをやらないといけないっていうことになってくるわけですよ。でこれ前半でも話しましたけどね、お薬っていうのは全てにおいて作用と副作用っていうのが必ずあります。例えば私たちが時々お世話になる抗生剤ってありますよね。ひどい風邪をひいた時とか、そういう時抗生剤、細菌感染を起こしている時抗生剤ね内服しますけど、この抗生剤だって悪い菌も殺すけど代わりにいい菌も殺すっていう副作用を持ってるわけですよ。そうするとこれたまにやるんやけど、抗生剤を内服するとね絶対カンジダ膣炎になるんですっていう女性が結構聞きます。これ結局カンジダ膣炎って膣の中に住んでるいい菌まで抗生剤が殺してしまうんですね。これが抗生剤の副作用なわけですよ。でも抗生剤これ飲まへんかったらダメだよっていう状態に体がなってるにもかかわらず、私カンジダになりたくないんで抗生剤は飲みませんとか言う人いいひんと思うし、痛み止め頭痛の時とか生理痛の時に痛み止め飲むじゃないですか。でも痛み止めって胃を荒らすっていう副作用があるわけよ。でもめちゃくちゃ頭痛い、むちゃくちゃ歯が痛い、もう死にそうってなってる時に胃荒らすんで私痛み止め飲みません頑張って我慢しますっていう人はいないと思うんですよね。だからその効果と副作用っていうところ、作用と副作用っていうところを天秤にかけて、きっと薬っていうのは起こりうる副作用っていうのをできるだけ少なくする使い方を目指すっていうことであって、副作用あるから使いませんっていうことではないでしょ。はい、だからねステロイドも一緒なんですよ。あまりにもひどい炎症が起きている時にその副作用はいろいろ言われてるけど、副作用については前半で喋ってますから見てくださいね、はい、その副作用が怖いからだから使いませんってなったらもうえらいことになっちゃうわけ。赤ちゃんにもすごい苦痛を伴わすことになっちゃうしね。でそれでママが私保湿だけでいくんで薬ステロイド使わないんでとかってやってて悪化させてしまうことによって皮膚のねバリアが乱れてしまって、そこに外的刺激
紫外線であったり花粉であったり、まあ、いろんなその外から来る刺激がそのバリアが乱れてる皮膚の中に入り込んでしまうわけですよ。これがつるっと綺麗な肌で、時にはステロイドも使いながら炎症をぐっと抑えつけながら抑え込んだところで保湿に変えてっていう上手な肌の守り方をしている人たちっていうのは、肌が常にいい状態を保たれているから、そこに外的刺激が来ても中に入り込まないわけですよ。これ乱れた状態放置してると、それがいろんなアレルゲンが入り込む、そこでその入ってきた異物を攻撃しよう、変なもん入ってきたぞって体が働くから、そこで変な抗体を作ってしまって、これが将来的なアトピーとかね、喘息とかっていうアレルギー症状を引き起こす原因になると、これ感作メカニズムっていうふうに医学的には読んだりもするんですけども、だからこそ肌をとにかくきれいに保っておくことで将来的に出さなくてもいいアレルギーを発症させてしまうのか、それとも抑え込むことができるのかっていう大きな、そこに境目があるんですね。なので赤ちゃん時代で皮膚症状ちょっとこれはっていう場合は、自己判断で保湿だけでいくっていうんじゃなくて、これも使ってみて、保湿を使ってみたけどいい方向にならないときはちゃんと病院に行ってお薬を処方してもらうっていうことをやってもらう。でその炎症が落ち着いてきたら、またこの保湿にね戻すんですよ。でステロイドって副作用やっぱありますから、副作用は前半のね動画見てね、その副作用を起こすのは長期に使ってしまうことでやっぱりこの副作用が出てくるわけだから、ステロイドはあくまで短期間集中型でグッと炎症グンって抑えつけます。で症状が良くなって火事がくすぶった状態になったら、そこからまた保湿に切り替えますっていうので、上手にこの切り替えをしながらやっていくっていうことが大事だから、じゃあもう怖いからとりあえず皮膚科に行って全部お薬出してもらったらいいわではないんですね。お薬はあくまでその期間限定ピンポイントでやるんです。そこから先ちょっと良くなったら市販のものでも何でもいいんですよ。ただ肌に優しい無添加のものを使ってほしいなっていうのは私の価値観ですけども、肌に毎日つけるものだからなるべく肌にいいものを、ちょっとやっぱり無添加のものって値段張るんですけどね、このマシュマロもそうなんですけど、だけど赤ちゃんの肌に極力その負担がかからないものっていうのを選んでもらった方がいいのかなっていうのは私は思っています。だから使い分けが必要だから、保湿量はどんな赤ちゃんにも100人いたら100人絶対に保湿量っていうのは必要だからね。これはこれから出産する人も覚えておいてくださいね。だから保湿量に関してはいろいろ調べてほしいし、で赤ちゃんの肌にいいものっていうのを選んでほしいな。でこれはママがしっかりと考えて、その知識を持った上で選択する、その行動っていうのはこれから先の子育ての中で大きな大きな選択を迫られた時の、それをちゃんと考えて行動できる、その大きな糧になっていくからね。なので保湿量っていうのはしっかりとこれでいくか適当で分からへんからではなくて、ちゃんと調べてもらった上で自分が納得できるものを使ってもらうっていうのが大事かなっていうふうに思います。でステロイドがね、だから必要な子がじゃあ保湿いらない方、そうじゃないですからね。ステロイドが必要な子もステロイドが必要じゃない子たちも保湿っていうのは絶対です。もうこれはもう断言です。絶対に必要だっていうことは覚えておきましょう。で医療っていうのはこれが正しくて他はもう全部間違いですっていうものはありません。でこれさえやっとけば全部安心ですっていうものもありません。これ子育てもそうですね。子育てにこれが正しいです、他は全部間違ってますっていうのはありません。子育てにこれさえやっとけば絶対安心っていうものもありません。この一言でもう全部解決とかっていういろんな動画とかサイトとかよく見ますけども、何を言った、そんなもんで簡単に子供が変わるんやったら誰も苦労せんわと、はい、そんな甘いもんじゃありませんね。医療の世界も子育てもそうです。だからその中で起こりうる副作用、子育てだってこれがいいと思ってやったら絶対副作用もあるわけ。でもその副作用をできるだけ少なくするような使い方を目指していく、そういう子育てを目指していく、副作用があるかもしれないからだからこれ使いません、薬はこれで子供になんか悪い影響があるかもしれませんからそれやりませんっていう極端な話じゃなくてね、起こりうる問題っていうものをできるだけ少なくするような関わり方、薬の使い方を目指していこうねっていう柔軟な頭でやっていってもらったらいいかなっていうふうに思います。でステロイドはとにかく強いもの、こんなきついもの赤ちゃんに使っていいのっていうのあるんですけども、時には炎症がひどい時にはそれをグッととにかく抑え込まないといけないことがあるわけですよ。例えば子供がね道路にブワーン飛び出していきました、引かれそうになりましたっていう時に優しく危ないよそんなことしたらって言っても子供に何も伝わりませんよね。ほんまに命に関わるようなことをやった時は大
ダメでしょってママとちゃんと行かないとダメ、車が行ってる時に出て行ったら絶対にダメ、子供が泣いてでもきつく言わないと伝わらないじゃないですか。だから時にはその命に関わるような時ね、ひどい炎症が来てる時は強いものでガツンとまず抑えるんですよ。で抑え込んでちょっと子供がはってなったなって思ったら、そっからは穏やかに諭してあげる、弱いステロイドに変えていくっていうことが必要なわけですよ。で子育てにしてもステロイドの使い方にしても本当に一緒なわけですよね。そうやってステロイドはね、上手に使っていってもらったら副作用怖いものではありません。皆さんが思っているような全身症状が出てくる副作用っていうのは、ね、糖尿病になるとか骨が溶けるとか全身に溜まって内臓に負担がかかるとか、でも使い続けたらもうずっと一生使わなあかんとか、そういうなんか恐ろしい皆さんが思っているイメージの中での副作用っていうのは、点滴でガンガンに常識範囲外で入れなあかんような病気を持ってるとか、そういうことの時はその全身性の副作用というのはもちろんあるんだけど、局所的に肌につけるような軟膏のステロイドを使ったぐらいで、そういうことは起きません、起こり得ません。そもそもその医学的に言うとですね、ステロイドホルモンっていうのは依存性はないんですよ。これステロイドホルモンは依存性ありません。だから体に入れたからって一生それやめられへん体になるっていうことは医学的に考えられませんね。でさらに体への蓄積、これもステロイドホルモンはちゃんと代謝されます。そこに溜まりっていて悪いものがどんどん体の中に蓄積されていることも医学的に考えてありえません。だからステロイドホルモンすごい、ほんま誤解がめっちゃあるんで、上手に使いながら、この保湿とともにね、上手に使い分けながらね、子どもたちの肌を本当にアレルギーっていうものを起こさせないように、ママたちがしっかり守っていってあげてほしいなっていうふうに思います。ステロイドがいる子もいらない子も保湿は絶対に全員必要だからね。100人いたら100人全員です。なので自分が納得できる商品っていうものをしっかりとね、肌に優しい組成かな、ちょっと高いけどここお金使ってもいいとこかな、いやうちの家計からしたらどうかなとかっていうこともいろいろ考えながら保湿用も選んでいってみてほしいなっていうふうに思います。はい、正しいステロイド剤の使い方についてお話ししましたね。皆さんのお子さんの肌がいい状態で、子どもたちのストレスがちょっとでも軽減されますように。はい、12人産んだ助産師さこの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。